練習場到着しました。今日は朝早いですけど練習頑張ってきます。練習終わりました。本当今日時間ないんでとっとと帰ります。空港向かいます。ありがとうございます。どんな感じ。子供じゃないですよ。子供。あれは乗せていただいて。近いんだよ。子供。じゃあ、あんま変わんない。しょうもない YouTube 撮るな。しょうもない YouTube を撮るな。やめてやめて。夕焼け空を撮る。それを撮る。加藤真彩。ホテル着きました。これからマッサージ受けてミーティングと食事って感じです。明日は試合が7時半でかなりゆっくりなんで、まあ、いつもとちょっと時間違いますけど、いい準備をして試合に臨みたいと思います。ZOYO リプリースタジアムに向かってます。まあ、いつも僕たちがホームグラウンドで使ってるスタジアムなんですけど、できてますから、はい、岩田の前線からの守備非常にコンパクトフィールドでね。今ミーティングしてきました。今日は左サイドバックでスタメンです。左サイドバックでスタートで出るのは初めてですね。左はまたちょっと違った景色ですけど、まあ、また自分の引き出しが増えるチャンスだと思うんで、まあ、この間も後半20分25分ぐらいプレイしたと思うんですけどね。チャレンジして積極的にプレイしたいと思います。今日の相手はジュビロ磐田で、ヤマハスタジアムでプレイするのは僕初めてで、子供の頃はジュビロファンだったんですごい楽しみですね。あの家にもユニフォームが、あの中山雅史さんのユニフォームがあって、でサインももらったことあって、でファン感とかも行ってたんで、あの楽しみです。ヤマハスタジアムでプレーできるっていうのは、ボールも支配される時間も苦しい時間も多分長くなると思うんですけど、甘く我慢しながら僕らの良さも出して勝ちを取って沖縄に帰ります。いい準備したいと思います。
試合行ってきます。今日も頑張ってきます。ホテル帰ってきてご飯食べてました。試合は0対3で負けで、内容もまあチャンスも少なかったですからね。3点取られたこともそうですけど、まあ1点も取れなかったのが、まあ、問題かなっていうふうに思ってます。まあ僕もあんまりいいシーン作れなかったんで、まあもっともっとこう整理して、まあ、次のゲームまた中3日であるんで、もっと大胆なプレーっていうかできたらよかったかなっていうふうに、まあ今日を振り返ると思いますね。また次に向かって顔上げてやってきます。あと岩田まで応援来てくれた琉球サポーターもたくさんいたんで、ありがとうございました。結果出せなくて申し訳ないですけど、また次ヴェルディ戦で結果出せるように頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様です。おはようございます。今日は午後の便で帰るので、これからチームで散歩とストレッチをしてきます。これから空港を向かいます。沖縄帰ります。